お疲れ様です。即課塾の久保です。今日もね、フリーペーパーが届いてましたので、こちらの方を紹介したいと思います。いつもの、これね、求人のフリーペーパーですね。こういう風に、いろんな仕事を募集してます。働く人。例えば、ホームヘルパーさん、有資格者、あ有資格取得者ですね。だからヘルパーの2級とか1級を持ってる方を募集ということです。 時給が1300円から1600円となかなかいいでしょ60歳以上の方も活躍されています、まあ。つまりこれ40代の中盤以降50代の方でもどうぞ受けてくださいってことなんですよでちなみに資格が必要ってことですけども資格は思ったより簡単に取れますんでしっかりと資格のコースにね受講していただいてサボらずに一生懸命やっていただければ。 あ大抵通りますんでねあの別に舐めてるわけじゃないですけど本当通りやすく指導してくださいますので大丈夫です心配いりませんで次業務スタッフ募集、えー、窓枠冊子の組み立てや配送取り付け工事のお仕事ですということですね営業はないみたいなんで未経験でも安心して働けますまあ窓枠冊子の組み立てですか作業員ですね 月給が20万から40万ということで、多分、まあ、リーダーとかになったら40万くらい取れるのかなと思いますけど、おそらくね、営業も入ってくると思います。まあ、あの、今の世の中ね、人に物を売るとか、自分の勤めてる会社を誰かに紹介するってことは付き物だと思いますので、えー、特に営業の義務がない人でも、やっぱりこう、売り上げの間口を広げていくってことは意識した方がいいと思いますね。はい、その他ね、えっ、ー、と、交通誘導警備があります。 えー、未経験者歓迎週払い可能この週払いっていうのがおいしいですよねあの未経験者歓迎っていうことなんですけども経験のない方でもその警備業法にのっとった資格ですよねこちらの方はねあの受けさせてもらえるんで大丈夫です確かね1日5時間ぐらいなのを月火水木金ぐらいまで1週間ぐらいで受けてしかもその間もちゃんとね給料出るんですよ、まあ、ですんでもう全然今ねお金がない人も 警備ってていうのはあのすぐに取り組めてねしかも週払いですから月末まで待たなくても例えばね私が勤めていたところなんてのはあの、まあ、月曜日火曜日水曜日と勤めるでしょで金曜日に5,000円かける出勤日数で最初にお金もらえるんですよ金曜日にね。 そうすると週に2回出たら5,000円5,000円で1万円が金曜日に振り込まれてで残りの端数っていうのは月末に振り込まれるんですね。で私が勤めてた時はあの日当6300円だったんで例えば月から金まで働いてこれを週払いで欲しいよって言ったら、えー、5日間かける5,000円で2万5,000円がすぐに手に入るんですよ。で 残りの1300円かける5っていうのが月末にまとめて入りますんでなんか毎週給料日月末にも給料日みたいな感じでね結構ね目の前にお金がいつもある状態にはなりましたねただし思ったより貯金は貯まりませんでしたあのどうしてもカードローンに頼るような日々になってきますその辺うまくコントロールしないといけないですねお機械メンテナンスえー、生還公募集ですね缶詰を作る仕事ですかね資格の有無経験学歴は問いませんということでございます 給料23万3千円から39万8千円。これいいでしょこれはね、本当に人手が全然足りないみたいなんで、ぜひ応募してもらいたいですよね。年齢40歳以下。ああ40歳以下。私はダメだ、はい。年齢40歳以下ですね。はい。とういう形でね、募集がかかっておりますんで、おおむね、年齢にかかわらず、とりあえず応募してみたらね、いいかもしれません。 あのすぐに仕事ができるところとご縁が結ばれるかどうか分かりませんけどもそもそも就職活動っていうのは何者か断れることを前提にステップアップしながら巡り合うもんですからね恋人探しと同じです最初に付き合った人と必ずしも深い仲になれるわけではありませんのでそこはねあの運命とも言いますかご縁が存在する世界ですからねいい組み合わせいい出会いがあることを祈っておりますそれでは